皆さんこんにちは。現在ソフトバンクホークス監督の藤本博史監督は2022年シーズンより監督を務めています。現役時代は勝負強さと高い出塁率が魅力的な選手で、現役当時のヒッティングマーチは今もホークス応援団のチャンステーマとして語り継がれています。今回はそんな藤本監督が現役時代はどういった選手だったのか、また監督に至るまでの経緯をご紹介します。藤本博史監督は1963年11月8日生まれの現在58歳です。天理高校から1982年にドラフト4位で南海ホークスに入団をします。1988年から1軍に定着をし始めると、主にサードのポジションを守り活躍をします。その後はクリーンナップを任されるくらい打撃に定評があり、1992年には全130試合に出場し、打率2割5分3厘、自己最多の20本塁打打を記録しました。後に右打ちの達人として知られる大道則義氏が、現役時代の藤本監督のバッティングを参考に自身のスタイルを築き上げたと言われるほど、無駄のない構えからのバッティングフォームは藤本監督の特徴とも言えるでしょう。1994年、1995年にはレギュラーの座を奪われますが、首脳陣は藤本監督の打撃技術を高く評価しており、ポジションをセカンドやファーストで起用するなど、内野ではショート以外のポジションを守れるようになる、ユーティリティな選手へと変貌を遂げます。1998年にはシーズン途中に金銭トレードでオリックスへ移籍しますが、同年限りで現役を引退しました。そんな現役時代の藤本監督といえば、なんといってもトレードマークのヒゲをイメージする方も多いのではないでしょうか。これは現役時代藤本監督の祖父が目を悪くしてしまい、テレビ中継を見ても誰かわからない状態であったため、祖父がすぐに見つけやすいようにという配慮から始まったものだそうです。それが引退した現在でも藤本監督のトレードマークになっています。現役時代の藤本監督といえば勝負強いバッティングと高い出塁率が魅力的な選手でしたが、その象徴となった年がまずは1992年です。打率2割5分3厘は打率ランキング28位でしたが、打率と反比例して出塁率は異常に高く、出塁率3割7分9厘を記録しています。これはこの年首位打者を獲得した選手を上回る好記録になりました。そして1995年にはここ一番での勝負強いバッティングを見せます。この年は王貞治さんが監督に就任をします。王監督のホークス初采配といえば、ミッチェル選手が初回に来日初打席で放った満塁ホームランのイメージが強烈ですが、実はその陰に隠れた勝利の立役者が藤本監督です。この試合9番でスタメン出場を果たすと、初回2アウトから特大1号の2ランホームランをレフトスタンドにぶち込みます。その後は2点を追う9回2アウトにまたも藤本監督が起死回生の同点ツーランホームランを放ちます。打球がレフトスタンドに飛び込んだ瞬間に王監督は思わず雄たけびを上げながらベンチを飛び出したほどです。この試合2発4打点の藤本監督は、昨日バットと一緒に寝たんですと顔に似合わない可愛いコメントを残しています。この年は最終的に119試合に出場し、打率2割6分4厘ながら得点圏打率はパリーグトップの3割9分1厘を記録しました。そして引退後は2011年に2軍打撃コーチとしてソフトバンクホークスに帰ってきます。2011年から2012年、2015年から2016年は2軍打撃コーチとして、2013年から2014年、2017年から2018年は1軍打撃コーチを務めます。2019年から2020年には3軍監督、2021年は2軍監督を務めました。1軍から3軍の全てで指導歴があり、ソフトバンクの若手からベテランまで全野手を熟知していると言えるでしょう。今やソフトバンクの顔として活躍をする柳田悠岐選手や、1軍での活躍の期待が高いリチャード選手の育成に携わってきました。フルスイングが持ち味の柳田選手ですが、その持ち味を殺すことなく最大限に生かす育成をし、2015年にはトリプルスリーを達成し、日本プロ野球史上初のトリプルスリーと首位打者の同時達成者となりました。リチャード選手はウエスタンリーグにおけるシーズン最多本塁打記録保持者であり、今後1軍での活躍が期待される若手選手です。藤本監督は技術を教えるというよりもとことん練習に付き合い、選手が自分で学ぶことができる環境を作る指導をしています。選手に寄り添うことを何より大切にされていて、その結果がソフトバンク黄金期につながりました。
そして2022年より前年4位と低迷し退任をした工藤公康氏の後任として一軍監督に就任をします。就任会見で三笠杉彦の GM は新監督の選定にあたり会長とも議論をしてきました。やはり今一度1・2・3軍リハビリ組、そしてフロントなどチームを組織する、皆が一丸になって日本一奪還に向けてやっていく中で、藤本監督が適任ではないかということになり要請して快諾していただいた。王会長は今のホークスを熟知している人、特にこれから先の戦力となる若い選手をよく知っているのが心強い、また新たな形でスタートするのに適任と思いますと話しており、指導者としてホークスに戻ってから11年の経験を最大限に生かす期待が寄せられています。藤本監督は就任後インタビューで、目指すスタイルはとの問いに、攻撃的な野球をお見せしたいと思っていますと答えており、自身の現役時代同様に勝負強いバッティングのできる選手が鍵になっていきそうです。得点圏で全部打つのは無理だが、チャンスに強い選手にたくさん出てきてほしい、取れるところでしっかり点が取れる野球を目指したいと話しており、選手にも当然調子の波があり、たとえ調子が悪くてもチャンスに強い選手であれば相手ピッチャーは嫌でも神経を使います。結果的にフォアボールや失投などのミスが出て、それが得点につながると考えているそうです。シーズンが始まると開幕戦から7連勝を果たし、新人監督の開幕連勝記録6を超え、日本プロ野球新記録を樹立します。序盤戦こそ好調でしたが、栗原陵矢選手や上林誠知選手など主力の故障や離脱が相次ぎ失速してしまいます。それでも最終盤に盛り返し優勝へのマジック1までこぎつけますが、最終戦で敗れてしまい、オリックスに逆転優勝を許してしまいました。クライマックスシリーズのファイナルステージでもアドバンテージを含む1勝4敗により、2年ぶりの日本シリーズ進出とはなりませんでした。今シーズン就任1年目だった藤本監督について、後藤芳光球団社長は、素晴らしい結果、結果というのはチームが育つという結果を残してくれたと思います、藤本さんにしかできないやり方だったと思いますし、心から感謝しています、いい人選をしたなと思っていますと評価しており、2年契約の2年目となる来シーズンについても、そのあたりは僕からは今コメントはしませんけど、今年については非常に満足しています、素晴らしい1年だったと思います、オリックスは強かったですね、来年オリックス時代が続かないように頑張って最高の結果をファンに届けたいと思いますと話しています。11月にペーペードームで行われたファンフェスティバルで、藤本監督は来シーズンに向けて、今年は明るく楽しく元気にやってきましたが、もっと勝利や成長へのストイックさが必要だと思いました、来季は明るく厳しく元気に戦っていきたいと思いますと、あと一歩で優勝という状況だった今シーズンからの巻き返しを誓いました。今年の悔しさをバネに、さらなる上昇軍団を築き上げ、3年ぶりのリーグ優勝、そして日本一の頂点を目指す、2年目の藤本監督のソフトバンクの戦いから目が離せません。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。